トスカーナ州は、イタリア共和国中部に位置する州。州都はフィレンツェ。イタリアルネッサンスの中心地となったフィレンツェをはじめ、ピサ、シエーナなど多くのことを要している。文化遺産や自然景観に恵まれ、多くの観光客が訪れる。イタリア半島の中西部に位置し、ティレニア海に面して、おおむね三角形状の領域を持つ。ティレニア海上にあるエルバ島など、 トスカーナ群島と呼ばれる島々を管轄下に置く。州都フィレンツェは、州域の北部に位置し、ボローニャから南へ約8 1トルペルージャから北西へ約1 1 8キロメートルジェノバから東南東へ約1 9 7キロメートル首都ローマから北北西へ約2 3 1キロメートルの距離にある。隣接する州は以下の通り、 北東部はアペニン山脈によって区切られている。地形は丘陵が多く、アルノ川が盆地を形成している。気候は沿岸部では温暖である。人口8万人以上のコムーネは以下の通り。人口は2011年1月1日現在、州都はフィレンツェ、ピサ、シエーナなど多くのことを要する観光地としても著名である。古代ローマの進出以前は、 ローマの基礎を築いたとされるエトルリア人が多く住む土地で、トスカーナという名前もエトルリア人の土地を意味する。ローマはエトルリア人を吸収し、トスカーナは本国の一部となった。オドアケルが西ローマ帝国を滅亡させた時代の後は、東ゴート王国、東ローマ帝国、ロンゴバルド王国の支配を経た。ロンゴバルド王国がカール大帝に征服されると、 後に神聖ローマ帝国となる彼の帝国の一部となり、トスカーナ辺境白により統治された。トシコムーネの時代になると、ピサやシエナ、フィレンツェが台頭し、最終的には、ルッカを除くトスカーナの大部分は、フィレンツェ共和国に統治された。ルネサンス時代は、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ・ブオナローティ、ラファエロ・サンティといったトスカーナ人が注目を浴びた。 ローマを中心とするローマ教皇領と並び中心地の一つとなった。長くメディチ家の支配下にあったが、1737年にジャンガストーネでメディチが四次を残さずに死ぬとハプスブルク家の支配下となった。ナポレオンの時代には1801年から1807年までエトルリア王国が成立するが、ナポレオンが敗退するとハプスブルク家の元に戻った。 1860年にサルデーニャ王国に並行され、翌1861年にイタリア王国が成立するが、その後も旧トスカーナ大公家は同族であるオーストリア皇帝家の庇護の下、20世紀初頭までトスカーナの領有権を主張した。主要な産業は農業でワイン、オリーブ、小麦などを生産している。特にワインはキャンティア、 スーペルトスカーナといった名品を生産する世界屈指の名城地である。トスカーナ州と各県トスカーナ州は以下の10県から構成される。左端の数字は ISTAT コード、アルファベットに文字は県名略記号を示す。人口は2011年1月1日現在。面積の単位は経平方メートル。 2006年の国立統計研究所の統計によれば、6歳以上の住民の家庭内での会話における言語状況は以下の通り。イタリア語、地方言語、他の言語についてのデータで、左列が全国平均、右列がトスカーナ州の数値である。標準イタリア語がトスカーナ方言をもとに作られていることもあり、イタリア語のみ、あるいは主にイタリア語を使用する割合が、 イタリアで最も高い、サンミケーレ協会。ルッカオークのことを要するイタリア屈指の観光地である。州には、以下のユネスコ世界遺産がある。旅客機が発着する空港には、以下がある。州内を走る主要な高速道路には、以下がある。州内に本拠を置く、プロサッカークラブとしては、以下がある。4部リーグのセリエ D では、ジローネ D、E に属する。 トスカーナ州の地方リーグとして、エッチェレンツァトスカーナがある。ありがとうございます。